民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング2戦闘機を運用するために必要な、一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表したよ。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中だな。さて今回は日本空母が大西洋でテストを試験を行う件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに海上自衛艦と航空自衛艦から構成された日本側の視察団は、2023年10月末にアメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだね。USNI ではプリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、空母化改修が施された出雲型護衛艦についても F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしているよ。日本政府並びに防衛省は2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲型護衛艦2隻について空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していたんだ。F-35B 戦闘機については現時点で42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に新編し、宮崎県新富町にあるニュータバル基地に配置することも公表しているよ。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているんだろうな。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら同様のテストを海上自衛隊の出雲型護衛艦でも実施する可能性もあるぜ。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母だね。船体はポーツマス、ロサイス、バロー・インファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造され、最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われたよ。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズはアメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうためにイギリスのポーツマスを出航したが、出航直後に右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかったんだ。この事故によって演習航海は中止され、代わってクイーン・エリザベスが9月8日に出航し、そして、ウエストラント22で予定された、プリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまったぜ。この損傷を英国放送協会 BBC はアメリカ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら基地に戻ってきたと揶揄したが全く笑えないよな。プリンス・オブ・ウェールズはロサイス造船所に入居して修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が一時的な応急処置と釈明する事態となったってわけだ。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に出居し、7月28日には SNS に CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していて、7月31日には映画トップガンマーベリックに登場するセリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールしたみたい。このようにプリンス・オブ・ウェールズには、世間の荒波に揉まれている空母でもあるね。一方で軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還しており、長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日であったことから、9
しくも同日となったのも運命的なものを感じるよな。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかと噂されているが、これは米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的だと思われるぜ。出雲級の空母化は発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして課題の棚卸しをした後、26,000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないからね。日本への F-35B の配備も来年度以降ではあるけど、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだね。基本的に艦艇排水量のうち満載排水量は船そのものの重さだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれているよ。上陸作戦要員がいる分だけ空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両孤島のスペースも確保しなければならないし、もちろん上陸作戦関係の重量が増えたからといって航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは重々に承知しておく必要があるんだ。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である F-35B の取得も空自パイロット整備員の養成もこれからスタートするといっても過言ではないし、それらの過程が終わったとしても搭載可能な F-35B はわずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは戦力において比較にならないぜ。最有力となる使用方法は英国海軍空母のように米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと思わるな。プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース側に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いたね。帰路の途中で7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたという、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていたよ。その2日後の7月31日には飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレイテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいなんだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ一度、ベルファストこの穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていたらしいな。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍するだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。